吉田さん、今回なんか短いけど、なんか久々にいい動画だったなというふうに思います。私のね、胸に染み入ったっていうかね、そう、確かにね、今から逃げたいだけなんですよね。で、今から逃げても結局そこにはまた逃げたいものがあるんで、こうあっち行ってこっち行ってそっち行ってって、まあ逃げみたいな感じですよね。で、逃げなくてもいい世界っていうのは結局なんかそのたどり着かないといけないんですよね。そのたどり着くっていう時に急な階段であったり橋を飛び越えたり泳いでいかないといけなかったりで、まあ座ってるだけではね、たどり着かないわけなんですよ。でも座ってるところの居心地が悪いから、こっちの座布団座りたい、あっちの椅子に座りたいって言ってこうちょこちょこ動くんですけどね、結局その座る場所が用意されてるところがもうぐらついてるんで、どこに行ってもまあやってらんないなっていう感じなんでしょうね、きっとね。なんか私はね、明確な目標があってそれをつかむなら、それなりのものはやっぱ差し出さないといけないのかなと思うんですよ。目的地にたどり着こうと思ったら自分の足で歩くしかない。でも誰かの足が自分を代わりに乗せていってくれることを、まあ、期待して塾に入ったら儲かるんですかっていう質問になると思うんですよね。いや、結局歩き方走り方はこうだよこうだよって教えても、あなたが足を動かさないと一歩も進まないよってことなんですよね。まあだからでしょうね、きっとね。ただ私もね、ちょっと正直わからないところは、そこそこのストレスっていうのはきっと、まあ、自分を気持ちよくさせるんだろうなと思うんですよ。で、そのストレスがね、解決に向かう、要するに自分の夢や目標に向かうストレスなら、私はすごくね、ワクワクしながら行けるんですけども、でも大抵のストレスっていうのは、こんな辛い思いしてるのになんで世の中分かってくんないんだとかね、こんな辛い思いしてるからいつかはいいことがあるはずだっていうふうに思っちゃって、結局、どこにもたどり着かないストレスと仲良くしちゃってるのかなと思ったりするんですよね。いや、どうせだったら、なんか全てをね、肩から下ろせるような辛さってものは、取り組む価値があると思うんですけどね。ただまあ針のむしろというか、適度に痛くてそれがずっと続いてそれで人生終わるみたいなことに、まあなかなか気づけないとは思うんですけどね。ああ、でもね、さすがですね。確かに逃げたいだけなんですよね。で、言ってみれば私も逃げたいだけといえば逃げたいだけだったのかもしれませんけども、きっとそれ以上にどうなるんだろうっていうふうなね、好奇心がありましたね。ネットビジネス自分の手に入れたらどうなるんだろうと、アフィリエイトで稼げるようになったらどうなるんだろう、毎月100万200万入ってきたらどうなるんだろうとかね、ナイト2000買ったらどうなるんだろうみたいなね、結婚してみたらどうなるんだろう、子供が生まれてみたらどうなるんだろう、いろいろ想像してみたらそっちを選びたくなったんですよね。で、好奇心が、現実を、まあ現実とね、折り合いをつけてくれたのかなと。ああ、確かに良かったなと思うことなんですよ。で、逆にこれがなかったら、ああ、なんてつまらない人生だったんだろうとかね、そう思いますね。さあ、それでね、 YouTube もそうなんですけども、 YouTube、まあ1万本撮ったらどうなるんだろうとかね、これね、確かね、 YouTube をいろいろ量産する中で吉田さんがどっかで言ってたんですけども、 YouTube を1万本撮ってみると、1万本撮った人しか見えないものが見えてくるみたいなこと言われてたんですよ。それに、確かにそうだなと。1000本2000本取って量産しても意味がないよって思えるのか、1万本取って量産しても意味がないよって言われるのか、ちょっとこれ好奇心あるなと思ったんですよね。確かに生きる道は YouTube だけじゃなくて他にもいろいろあるんですけども、私はたまたま YouTube がね、ちょっと好きだったんで、まあやってみっかって感じでやってみたら、まあ今ね、1万本アップロードする本数超えて、あ、これコンスタントになってきたなとかね。それからやっぱり自分がアップロードした動画のアナリティクスっていうのはどこよりも当てになるなと思いましたね。だから誰かの、アナリティクスの結果を自分に当てはめるんじゃなくて、自分のやってきた中からベストなものを振り返ってそれをまた伸ばしていくみたいなね、まあ、そうするともともと自分がやったことなんで、それを真似てやることに何のストレスもないというね。で、私は自分の作った動画たまに見るものがありますけども、
っぱそれを見るとね、またインスピレーションも湧いてきて次のやつ作っちゃったりとか、まあ投資系の動画なんて、ああこの頃分かってなかったなと、で勝てないのはもう無理もないなと、だってここで誤解してるところがあるもんとか、ここでこれを記憶してなかったもんっていう風に思い出せるんで、だからね、もしかしたら挫折する初心者の気持ちっていうものが自分のアナリティクスを通じて、分かっていけてるんじゃないかなって気がしますね。さあ、まあ今日もね、何から逃げるのか分かりませんけども、まあ逃げるというよりもね、何かをこう追い詰めたいなっていう気持ちの方が強いかな、追い詰めてそして追い越していきたいかなっていうところですよね。だから今からね YouTube1 万本撮るって言われたらうえーってなりますけども、まあ自由にやって、またね2万本とか3万本になった時に振り返ったら、あーなんだいつの間にか行っちゃったみたいな感じですよねなんかそんな感じですよね。むやみやたらに目標を追いかけるんじゃなくて、今日一番面白いことをやってみたら動画が量産できていたみたいなね、今日もね動画のネタいっぱいあるんですよね。もうねネタがありすぎて困るぐらいですよ困っちゃうなというところで、いってらっしゃい。